SCP-280JP 縮小する時空間異常オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-280JP はその移動できない性質のため SCP-280JP を中心にサイト8100を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。説明。SCP-280JP は直径 0.7 メートルの球状の時空間異常です。発見時の直径は 1.1 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280JP は長野県、山中の洞窟内で発見されました。山で発生した特殊性のない遭難者の捜索中に SCP-280JP が発見され、通報を受けたエージェントを通じて財団により存在を確認、収容が実施されました。SCP-280JP は物質、電磁波、音など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。電子媒体専用管理 IF 表示、用 280JP クリアランス。管理担当者専用。縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。SCP-280JP 縮小する時空間異常オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-280JP はその移動できない性質のため SCP-280JP を中心にサイト8100を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。説明。SCP-280JP は直径 0.7 メートルの球状の時空間異常です。発見時の直径は 26.8 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280JP は長野県、山の崩落により発見されました。崩落は安定状態にあった。山の土壌が何らかの原因でバランスが崩れ、山中に埋没していた SCP-280JP に土壌が接触、消失したことにより発生したものとみられています。SCP-280JP の発見直後、通報を受けたエージェントを通じて財団に存在が確認され、収容が実施されました。SCP-280JP は物質、電磁波、音など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。
電子媒体専用管理 IF 表示、用 280JP クリアランス。管理担当者専用。縮小用廃棄物投入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。SCP-280JP 縮小する時空間異常オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-280JP はその移動できない性質のため SCP-280JP を中心にサイト8100を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。説明。SCP-280JP は直径 0.7 メートルの球状の時空間異常です。発見時の直径は 225.6 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280JP は長野県、地方の山間部消失という大規模災害により発見されました。SCP-280JP がどのようにして出現したかは判明していません。地方周辺は火山性有毒ガスの群発地域に偽装され、SCP-280JP の縮小プログラムが開始されました。プログラムは有効に作用し、SCP-280JP は現在のサイズまで縮小されました。SCP-280JP は物質、電磁波、音など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。電子媒体専用管理 IF 表示、用 280JP クリアランス。管理担当者専用。縮小用海水注入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。SCP-280JP 縮小する時空間異常オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-280JP はその移動できない性質のため SCP-280JP を中心にサイト8100を建設します。収容施設内は真空かつ光源のない電波暗室に保ってください。収容施設の入り口は厳重に施錠し、民間人の立ち入りを防止してください。SCP-280JP の利用を希望する職員は、サイト管理者へ所定の申請書を提出してください。説明。SCP-280JP は直径 0.7 メートルの球状の時空間異常です。発見時の直径は 1897.5 メートルでしたが、財団による収容後の措置により現在の直径まで縮小することに成功しました。SCP-280JP は当初日本の国土のおよそ%に食い込むようにして存在していました。SCP-280JP は古来より時空間の歪みとして民間人にも広く認知されていましたが、1900年、財団による管理及び指示の下で、公的には日本政府により対策プログラムを実行しました。プログラムは有効に作用し、SCP-280JP は現在のサイズまで縮小されました。SCP-280JP がどのようにして出現したかは判明していません。
また SCP-280-JP は特性と危険性が明確であるにもかかわらず、なぜ現在まで有効な対策が取られてこなかったか、論理的説明がつかないことから、現実改変の産物である可能性が示唆されています。SCP-280-JP は物質、電磁波、音など、接触したあらゆるものを消失させる特性を持っています。現在まで消失した物質の追跡調査は成功していません。SCP-280-JP は消失させた物質の質量に応じてその直径を縮小させます。また SCP-280-JP は空気や電磁波にも反応して縮小するため、現在の直径を維持するために収容施設は真空、暗闇、電波暗室である必要があります。SCP-280-JP は物質の高度を無視した切削作業が可能です。サイト管理者の許可を得ることで SCP-280-JP を用いた実験または加工を行うことが認められます。電子媒体専用管理 IF 表示、Yo-280JP クリアランス。管理担当者専用。縮小用海水注入プロトコルを実施する場合、次のボタンを押してください。SCP-280-JP A Shrinking Space-Time Anomaly Object Class Safe Special Containment Procedures Due to the immobile property of SCP-280-JP, Site-8100 has been erected at the place centered around SCP-280-JP.The interior of the containment facility is to be maintained as an RF anechoic chamber under vacuum without any light source. The entrance of the facility is to be locked tightly, and civilians are to be prevented from entering the facility. Staff wishing to use SCP-280-JP should submit a formal request to the site director. Description.SCP-280-JP is a spherical space-time anomaly which has a diameter of 0.7 m. It had a diameter of 438,972.6 m at time of discovery, and it has been reduced to the current size due to the Foundation's countermeasures after containment. SCP-280-JP is hovering over the Xipungu Island of the People's Republic of China, located at 3639 n.138.10 e and the altitude of km. There is an orbicular hole in the island, and it is considered to have been dug by SCP-280-JP at the time of manifestation. In 1900, the sluices were built on the island, and SCP-280-JP was shrunk to the manageable size by the seawater injection.SCP-280-JP has the characteristic that whatever touches it disappears, such as matter, electromagnetic waves, and sounds. Surveys by tracing of the disappeared matter have as of yet been unsuccessful. SCP-280-JP reduces its own diameter by mass of the erased objects. Additionally,SCP-280-JP shrinks in response to air and electromagnetic waves. Therefore, the containment facility must be an RF anechoic chamber without light and air to keep the current diameter. SCP-280-JP allows cutting operations ignoring hardness of matter. By permission from the site director, experiments and cutting operations will be available.Control-I/F display for electronic media 280-JP clearance required. Only for management officer. In order to initiate the seawater injection protocol for shrinking, click the following button.